竜生きものチャンネル。はい、皆さんこんにちは、竜生きものチャンネルです。最近のこの暑さ、連日連夜ものすごいですよね。地球溶けへんかな思うぐらいね、心配になってるナンシーでございますが、もう正直ね、日中はメダカチャンスではないですよね。日中はノーメダカチャンスですよね。なんか暑さが昔と違いますからね。やっぱり暑さおかしいですよね。この暑さはおかしい、おかしいなんですけどね。お菓子といったらですね、最近はですね、小さい子供の間で流行ってるのがですね、かば焼き三太郎というお菓子なんですけども、知ってます？皆さん、皆さんの年代にはありましたかね。ないでしょうね、このかば焼き三太郎というお菓子。ないでしょ。今こういうのね、流行ってるみたいですよ。こんなやつがね、スルメイカのかば焼きバージョンみたいなやつでね、子供には大人気なんですって。何がいいんですかね怒られるか。ペラペラのね、板状のね、歯が丈夫な子が食べるようなねやつなんですけど、1枚12円なんですって。これたまにね、ほんとまれにね、2枚入っていることがあるんですって。あの大人気 YouTuber のね、ヒカルさんもね、1000枚買ってなんか検証してましたよ。1袋に2枚入ってるかどうかの検証みたいな感じでね、やられてました。なのにね、うちなんとね、10枚ほど買ったんですけど、その袋の中に2枚入ってました。簡単に引き当ててしまいました。そんな話です。はい、それではですね、本日も行ってまいりたいと思います。かば焼き三太郎、2枚も入ってたぞ。絶対に幸運がやってくる。レッツメダカ頼みます。はい、それでは本日も行ってまいりたいと思っておりますが、こちらなんですけど、第3回の生き物コラボということで、神戸なんですけどもね、桜メダカさんが主催でやっておられるイベントでございまして、2021年の8月1日ですね、日曜日12時から16時、4時ですね。まあ今年は1回限りのメダカや昆虫のコラボ即売会ということでですね、豪華なメンバーが集まりましたよね。特に私は個人的にですね、藤山メダカさんとお付き合いかなりありましてですね、もう LINE でいつもお話しさせてもらうような仲なんですけどもね、まあ藤山メダカさんも出られるということでね、藤山メダカさんに関しましてはやっぱり魅力はそうですね、あの2メーターちょっとある身長とですね、ちょいいメダカと、これが売りですかね。でまあそこにメダカとお酒さんの3色ですかね、こちらもまあお酒さんも持ってこられるということで、そしてまた関東のね、通販メダカの貴公子のポンポンチさんもね、あの送っていただけるということで、高級メダカがね着弾すると思いますよ。そしてニャルチャンネルさんのね、自作の網ですね、タモ、これもねなかなかいいタモですよね、いいと思いますよ。そして最後にですね、一番いいのが私の T シャツですよね。これちょっと枚数がね、そんなにいっぱい送れないんですけども、前回のプレゼント企画でですね、たくさんやっぱり作らせていただいて、ちょっと単価を下げようとしましたんで、やっぱりちょっといっぱいあるんですよね、 T シャツね。ぜひねご参加いただければと思います。私はねのっぴきならん用事でねいけないんですけどものっぴきならんってどういうことかな、行くつもりだったんですけどね、もうね注射ブチューっとね、第1回の注射ブチューって打つんですよね。ですもんでね、いけないんで申し訳ございませんが、皆さんよろしくお願いしますね。そしてね、この模様もですね、まだ私あのスパイ送り込んでますもんで、あのスパイにずっと取ってきてもらおうと思ってますんで、ぜひまたこれねこっそりね、あの皆さんに内緒で流したいと思う。盗撮っていうやつです、盗撮、よろしくお願いいたします。こちらのイベントの詳細はですね、フジアンさんの動画で上がっておりますので、そちらの方概要欄に貼らせていただきます。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったかなと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回にお会いしましょう。ありがとうございました。